気になりますね。打撃指導が始まりました。北脇さん、はい、今持っているペットボトルですけれども、少しバットのように見立てて、何かこのバットの軌道、まあ、そういったのも今教えているようです。そうですね。左バッターの松井さんではありますが、この右打ちのバッティングフォームを山瀬に指導しています。かなり長い時間指導を行っています。かなりご自身のそのジェスチャーというところも含めて多く伝えていそうです。北脇さん、はい、何かこのテイクバックの取り方といいますか、そういったのもしっかりこう指導していますので、うなずきながらまたここからフリーバッティングを行うと思いますので、その違いというのがどう出てくるのかというのも楽しみになります。本当にそうですね。もうすぐにその生かす部分というのが打撃練習この後ありますが、どうでしょうか。腰回りを今度は伝えています。矢野コーチ、安倍新監督も加わってこう3人体制で山瀬を指導しています。本人は自ら行ったと、自ら松井さんに相談しに行ったという、そんな姿が見られましたが、安倍新監督もこういった経験をいい意味で利用して自分自身の成長につなげてもらいたい、そんな風にも今日の訓示では話をされていました。かなり続いていますね。5分ほどその打撃指導が行われています。北脇さん、これを見ていると、はい、バットのスイング軌道だと思うんですけれども、ただ右手をどういうふうに使うのか、そういったところをしっかりと指導しているようです。そうですね、かなり右手を多く動かしてますもんね、阿部さん。そうなんですよね。なのでこの右手の意識といいますか、少しこの肘を締めていくような形、はい、しっかりとこのテイクバックを取りながらも打ち出すときに肘を締めていく、なんかそういったところで右手というのが何かポイントで指導しているように見えます。そうですね。